体重100キロバツイチ小町 MC 森屋です。さあ本日の駅前リポートは滋賀県米原市にあります道の駅、よいしょ、おこちら近江母の里にやってきております。もうね今日は12月30日、朝の駅前リポート仕事納めでございました。まあ、今日もね滞りなくレポート終わりまして、はい、やってきたのがここなんですけども、昨日はですねもうね彦根市の雪がすごすぎて観測史上最大の雪ということで本当に家から出られず車が埋まってましたから、でその後ですねもう自宅からのレポートとなってしまいまして、らもう明日こそはということで今日のためにですね昨日雪かき山盛りしまして、今日腰バキバキです。腰背中バキバキ、もうほぼ砕けてます。さあそんなですね、まあ、彦根市はそうだったんですけど米原も雪結構ありますね。もうね目の前わーっとこれね、まあ、正直ちょっともう泥もかぶって汚い雪なんですけども、もうここから見える琵琶湖がなんかね色味がね物悲しい冬の景色ですね。でもこれはこれでいいんですよ。この琵琶湖を眺めながら僕ね若い時ようコーヒー飲んだんですよ。缶コーヒー買ってきてねあーとか言いながらこう自分のね思いにふけるっていうのがね好きだったんですけども、そんな冬の琵琶湖の景色が広がっております。木もねやっぱもう冬ですから葉っぱもだいぶ散っておりまして、より寂しさがねこう演出されてますね。さあということで今日このね道の駅ね見て回ろうと思うんですけども、もうあれですよやっぱもう年末、明日で2021年終わりですから、今年もほんまいろんなことありましたけども、もうねすでにねお休みやったりするんですよね施設のところがね。でそこにこの周辺マップがあるんですけども、誰か歩いた跡があるな、行こうかな。あー怖い、あー怖い、あー怖い、あーちょっともう諦めた、無理です、僕には無理です、すいません。ご紹介したかったんですが、なんかこの周辺にいろいろあるよっていうのがね載ってるマップがあったんです。そしてこちらトイレね、やっぱ道の駅がありますとこの湖岸道路を走っていても、この湖岸道路沿いなんでね湖岸道路を走ってても安心ですよね。トイレ行きたいってなってもねちゃんとお借りできますから。そしてここのね道の駅は裏にねこう広い広場というか池があったりとかしまして、滝なんかもあるんですよ。どう？雪とこの滝の景色なんか素敵じゃない？素敵じゃない？はいね。でねこのね大雪のせいでね木が折れてますね。裏までも回ってこれますが、あーもうここ豪快に折れてますね。これもう咲いたようなこの折れたね、いやこれ結構でしょう。わーかわいそうに木、なんかバンドエイド貼ってあげたいぐらいけど、なんかすごい折れてる、すごい大惨事じゃない。あーなんかねへー、これトイレの横にもね休憩スペースがあったりするんですよ。だからここ美愛市で来た時にも自転車を置いてここでちょっと一休みできますから、いいスポットですよ。ただ今多分年明けまではこの木が倒れたままなんでしょう。いやーなんかすごいな、だからもう木がその雪積もったの支えられなかったんでしょうね。ひや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 、わあ、ほらもう折れてるけどかろうじてつながってる、首の皮一枚いうやつですね、かわいそう。そこはあれですかね、グランドゴルフかなんかできるんですかね。なんかね、サンって書いたフラグが立ってるんですけど、うん、そんな場所となっております。まあ木が折れてる場所ですって紹介も変ですけども、とりあえず今やっぱこの真冬の景色を皆さんにね、まあ、お届けしたいなということで、雪の中をほらなんかなかなかあれですよ、やっぱ冬には冬の、そして春には春の、夏には夏の、秋には秋の、そういうね四季折々の景色が見られるのがこのなんか日本の良さですし、この雪深いのも正直今回は災害級で降りましたから正直迷惑ですけども、これはねさすがに。でもこういうのもねやっぱり雪降らない地域の人からしたらこの冬らしい景色が見れるっていうのはちょっと羨ましく思うところもあるんちゃいますか。ないかな、僕はこれ好きですよ。ただ雪解けはしんどかった、めちゃくちゃ。ここはね施設がねこの白壁の屋根のね
あの瓦葺きの屋根のね施設があるんですけど、これは何なんですかね、何するとこなんですかね。道の駅、まあ、米原と言いますと新幹線の駅もありますし、高速道路もジャンクションになってまして、文化のね交差点になってるんですよね。ここがね、東海、北陸、関西の文化がここでぐっと集まる、本当にジャンクションになってるんですけども、ジャンクションといえばファミリーレストランの昔のコンビ名ですね。あ、本日は休館日です。これ僕多いんですよね。いや、来るとだいたいこうなんか休館日とかちょっとパターン多い気がする。あ、なんかほらおしゃれなテラス的なやつがね、お食事どころ、あ、 お食事どころがあるんですね。あ、何があるんかな。カツ鍋ランチ、カツ鍋ランチ、はあ、なるほどね。美味しさ金メダル、あったかいって書いてますね。うな重、他にも唐揚げ、とんかつ、エビフライ、いろいろあります。お腹空いた方はこちらに立ち寄ってね。営業の方は5日からの開始となっております。それより前に来たらこうやって休んでますからね、気をつけてくださいね。ほんでここ何なんですかね。私の好きな母の里の風景展、何が見れるとこなんやろ。何、母の里写生大会作品展示中。だから展示を行う場所なんですかね。ちょっとなんかすいません、もやっとしますよね。僕ももやっとしてます。何をするとこなんやろ、本当にわからない。あ、名前がついてます。暮らしの工芸館、暮らしの工芸館ということはあれですかね、この辺のこう名産とかの工芸品が展示されたりとかしてるんでしょうか。違ったらごめんなさい。また来ることがあればね、空いてる時にまた紹介したいと思いますけども、もしかするとこのまま謎のまま終わるかもしれませんので、各自皆さん調べていただいて、何でしたら自分なしでこちらを訪れて確認してみてください。それが一番納得いくと思います。さあ、こちらは営業中ですね、はい。物産交流館さざなみさん、はい、あ、こちらに立派な看板がありました、はい、こうなっております。ということで中見てみましょうか。マスクの着用、手指の消毒をお願いします。あ、そうです、はい、ありがとうございます。すいません、今日ねこちらのね道の駅から中継だったんですよ。はい、そうなんです、ありがとうございます。いつも通勤の時間帯が、はい、それぐらいで、はい、あ、すいません、もうありがとうございます。良いお年を。リスナーさんにお会いしました。あ、豆乳とかありますよ。おから、料理上手な人このおからとかも上手に使うんでしょうね。あ、やっぱりほらありますよ、船寿司じゃね。そして酒粕、もう今酒粕をほぼ各駅で買ってるんですけど、道の駅でね、やっぱねそれぞれにね、このね酒粕といえどもお酒の量が多いやつもあるそうです。うちの母がおかんがね、あの酒粕で作った、その後もヨータ言ってましたね。なんだろうかこれは、これ何ですか。ジャム、何のジャム、380円、手作りリンゴジャム、へえ、安ない380円。ゆずジャムもありますね。そしてすごいジャムが外についてた、めちゃくちゃネチャネチャする。あ、お餅もあります。もう年明けね、やっぱお餅食べたいよね、こういうのね。丸餅、これおいくらやろう、1404円。あ、僕普段買わへんが高いか安いか分からへんわ。お餅あります。そうですね、もう見ましたね。この辺は器、信楽焼とかですかね。なんかこの袋すごいな、何ですかこれ。松ぼっくりか、すごい、すごい工芸品ですね。
びっくりした。歯かな思いましたね。なんかおじさんの歯をいっぱいここにこうバーッとつけてね、それやったら気持ち悪いな。でもこんだけ手間込んでて3500件、買えるね。木工製品結構ね、いろいろ、あ、これいいやん、ティッシュケースね、中にティッシュ入れて、あの安いティッシュもちょっと風情が出ていいんじゃないですか。へえ、あら、あらららら、らやっぱりほら、米原は伊吹山がありますから、こういうですね、薬草風呂を家でできるんですよ。すごい、637円で、あ、ティーバッグみたいになってますね、中がね。あ、もうめちゃくちゃ薬草風呂の香り、お風呂屋さんみたいや、すごい。え、悪くないな、これいいんじゃない。こっちは、これは637円、こっちはしますよ、結構。あ、でもね、こっちの方がずっしりしてる。これなんていうのやろ、富吹き美人かな。へえ、これも小分けしてあるのかな。へえ、興味津々だわ。これ8袋入りですって。8回やから、だから1回あたりはもう100円しないですよ。80円ぐらい、うん、80円ぐらいで薬草風呂が、お風呂屋さんみたいなのが味わえると。これ面白いな、いいねですね。白菜250円、これね、あのちょっと今日ね、うちのお母に買ってきてほしいって言われてるんですよ。この撮影の後に買って帰りましょうかね。自然薯、何この発想、こういうもんなの。へえ、なんかどっちかというとこういうイメージですよね。山の芋とか大和芋とか、なんか自然薯とか、なんか名前いろいろありますけど、やっぱいろいろ品種なんですかね、詳しくないですけど。あとはもう定番ですね、お豆さん、唐辛子、ここもなんかありますね。あ、ここにも酒粕が。こっちは冷蔵タイプじゃないんや。ちょっと色もね、黄色みがかってますね。米ぬかなんかもありますね。これ時々売ってるんですよ、柿皮。これ何に使うんだろう。面白いね、不思議だな、いろんな知らないことばっかりです。これ柿餅とか、我々なんかすごいカラフルだね。あ、これが、これね、これをあげると家で、でも上手にあげられへんから、もう買っといた方がいいかもしれない。浅漬けの素とかもあります。みりんかす、これ珍しいね。あ、こっちのちっちゃい方は190円ですって。何に使うんだろう。奈良漬け用としてご使用の場合は。なるほど、酒かすと混ぜて使うんですか。面白い、初めて言いました、みりんかす。僕のちょっとテクニックではこれをうまく使うことできませんが、興味のある方は買いに来てみてください。あ、これいっぱい入ってますね、干し椎茸、120円、安いな、これで。あ、フルーツの類もねありますよ、いちごね、柚子、これなんだろう。あ、干し柿かな、干し柿、柚子もありますし、で、ここが、ここもお食事ができるんですね。これも本日休業。もう手が薬草風呂の匂いになってる。すごい、すごいよ。はい、本日休業です。でもここのラーメンがね、この道の駅フルフルラーメンって書いてますが、テレビ特集で人気上昇。なんかね、聞いたところによりますと、この道の駅のホームページでは、このフルフルラーメン、日本で2番目に美味しいって書いてました。2番目、どういうランキングで2番目か分かりませんが、2番目なんですって。ぜひ興味のある方は、2番目ですからね、日本に恐ろしいほどあるラーメンの中で2番目に美味しいやとしたら、ちょっと大したもんですよ。この辺はお菓子とかが置いてますね、お邪魔にならないように。かりんとう、
美味しそうなかりんとうやな。しっとり柔らか。どこのお菓子？ちょっと千葉県でした。でも千葉県と滋賀県は母音が一緒なんですよね。チーバーだね、シーガーなんでね、うん、このちっちゃいたい焼きとか全く滋賀関係ないものも並んでるんですね。あ、いなり寿司とか焼きそば屋台みたい、でこの巻き寿司とかね、ちょっとしたご飯物があったりとか、もう年末やから少ないんでしょうね、並んでるのもね。結構いろいろ充実してますね。あ、サバそうめんありますよ。これね、長浜の名産品なんですけども、まだここには並んでないですね。今度新製品が出ます。このサバそうめんインスタントがあるんですけども、長浜の郷土料理としてこのね、そうめんとそしてサバの炊いたものをこう、ね、あえて食べるものがサバそうめんなんです。これ本当に美味しいんですよ。本当に美味しいんですけども、これの新製品でインドサバそうめんとそしてイタリアサバそうめんという2種類が出るんですが、このイタリアサバそうめんのパッケージ私になっております。またね、ちょっと、サバそうめんのパッケージこんな感じですと。いやー、どうこれ良い感じでしょ。はい、これがね店頭に並びますから、ぜひ皆さん見つけて買ってみてください。滋賀県内の道の駅結構並んでおります。はい、そして、あとはねサービスエリアなんかにもあったりしますんで、見つけたら買ってください。トマト味となっております。はい、あ、なんか干支の2022年は寅年らしそうですよ。起き上がりこぼし、あ、いいですね、縁起がいい。こいつは春から縁起がいいやっていうね。よいしょ、出まして、よいしょ、トイレがここにもね、あれ、ここ出るとこちゃうかったんかな。あ、すいません、よいしょ。おはようございます。どうもです。さあ、だいたいこうひとしきり見ましたね。いやー、もう今年も終わりか。皆さん今年はどんな年でしたか？僕はね、ほんとね、結構いいことありましたよ。結構というかね、だいぶあったかな。ハッピーな気持ちになりますね。よいしょ。いろんなこうね、こう、まあ、コロナで世の中の気持ちが沈んだりしてますけども、でもこうちょっと考え方変えたりとか、そしてこの新しい時代にこう対応していけると、またこうなんかね、ちょっとずつ自分の周りの景色も変わっていきますし、そしてこうなんかこう人とのつながりとか、そういうところでですね、本当にあの楽しい毎日を送らせていただいております。まあ2022年、どんな年になるかは分かりませんがね、あ、今日ねここですよ、来てるのは。はい、まあどんな年になるかは分かりませんが、でも今年以上にまたちょっとね頑張っていって、いい1年間にしていきたいなと思っております。来年もぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。この YouTube 見ていただいている方まだまだ少ないんですけども、できればこの登録者数も来年1000人はちょっとハードル高いかな、僕の実力だと。でもこうね、登録していただいている方も増えていって、そして、まあ、僕も滋賀県の情報をもっといっぱい発信できるように、そんなあの楽しいおじさんになれたらいいなと思っております。ということで、本日は米原市にあります道の駅近江母の里にやってきておりました。道の駅の、まあ、今回ね、まあ、駅前リポート、最近ちょっと道の駅でしたけども、来年はまた鉄道の駅巡れるといいなと思っております。また皆さんとお会いしたいと思います。よいしょ。でということで、2021年も皆さん本当にありがとうございました。来年もまたお会いしましょう。体重100キロ×1小持ち MC 守屋でした。